はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターのね、新ルール、シリーズ10が公開されて、適用期間がね、8月からのシーズンから、そのルールになってくらしいんですけど、ルールの内容を確認したらね、めちゃくちゃうおーってなって、何かっていうと、ついにね、僕がずっとやりたいと思ってた、ダイマックス禁止ルールなんですよね。ただ、なぜか、なんか、禁止伝説基本ポケモン1匹使えるっていう、その、竜王戦ルールと、スパイクチャレンジルールの、その、アイノコみたいなね、感じのルールになってて、詳しくはポケモンホームとかちょっと確認してみてほしいんですけど、ざっくり言うと、その、竜王戦のポケモンが1体使えて、ダイマックス禁止っていうところで、ただ、その、ダイマックス禁止の、うおーってやってみて、の方が、また竜王戦やんのっていう感じよりは圧倒的に強いから、よく言えば、禁伝はなしでもよかった。っていうかちょっとそっちの方がやりたかったけど、でもウロスに悩まない感じが割とあると思えばね、悪くないんじゃないかっていうところで、結構楽しみですね。で、ついさっきまでね、この動画今撮影してるの7月1日の夜の9時ぐらいなんですけど、ちょっと前までその通話してポケモンやってる友達と4人ぐらいで、なんかあれが強いんじゃないのかとか、これがどうだとかっていう話をしてて、なんか僕だけ勘違いしてて普通に今シーズンのこの7月のシーズンからそのルールになると思ってて、それでもう始まってんじゃんって言って、なんか相談乗ってくれる人って感じで通話してたんだけど、なんか実は来月かららしくて、僕だけこうなんかこう気合入りすぎちゃってるみたいなそういう感じになって、ちょっと面白かったんだけど、そういう感じでいろいろ話をしてて、僕ちょっと話はね、飛ぶんですけど、僕は竜王戦ルールの最初のシーズンで、無限大な入りの受けループ使って、サイコレート2103までね、行ったんですけど、そのノリが多分かなり強そうな気がしてて、受け系のね、構築が幅を利かせる時代が来たんじゃないかなっていうのと、それに対するメタと、逆に受け側は受けミラーをどうするかっていうところとかが結構、鍵になってくるっていう感じで、結構楽しみかな。ただなんか、割と今までのルールって、ダイマックスがやっぱりすごい影響力あったから、対面的な感じっていうか、サイクル的な動きをする人も結構いたけど、それで強い人もめちゃくちゃいたけど、その、結構試合の中で、無理やり対面的な動きして、ダイマックスが通るか通んないかみたいなところはあると思うんだけど、それで結構ゲームが決まってたというか、そこが勝敗の分かれ目なさと思うんだけど、それがなかった分、きっちりサイクル回してみたいな。受けによらなくてもね、カバルドンとか多分めちゃくちゃ強いんだよね。だからその、実際のさ、ガチガチの受け6の受けループって感じじゃないけど、カバルドンポリツぐらいで、そこそこサイクル回しつつみたいな感じも多分あるだろうし、そういう意味だと、なんかちょっとその、どっちかって、ダイマックスがないから当然といえば当然なんだけど、7世代とか6世代とかその、今のダイマックスなかった環境にちょっと近いんじゃないかなっていう、6世代に近いんじゃないかな。メガ進化はないけど、近伝が事実上メガ枠みたいなノリで、で、Z 技もないし、ダイマックスもないしっていうところで、そんな感じなのかなっていう気はちょっとしますね。まだ1ヶ月あるんだけどね。重ねて言っておくんですけど、1ヶ月後なんで、僕みたいにね、慌てずに痛いんだけど、結構楽しみっていうところで。で、多分来月のそのルール始まってる頃には、こっからね、僕の YouTube の話なんですけど、ポケモンユナイトももう多分バリバリやってる時期になるだろうから、結構なんか、忙しく、頑張って毎日動画投稿、していくんじゃないかなみたいな。逆にあと1ヶ月僕何して生きていくのかちょっと心配だけど、食いっぱぐれないようにね、頑張ってやっていこうと思いますっていうことで、結構短い動画ではあったんだけど、楽しみですねっていうお話と、僕だけ気合入りすぎて恥ずかしかったですっていうお話でした今後ともどうぞよろしくお願いします。じゃあ、お疲れ、GG。